パトカーのランプ衝撃ナンバーアンダーラインアイファンフェスでマナー違反続出アーティストイメージに悪影響かナンバーアンダーラインアイファンとアーティストの関係性を見直すとき海外での成功例から学ぶべきこととはナンバーアンダーラインアイのファン行動が一部で批判されその影響がグループのイメージにどのように影響を与えるかについて考えさせられる状況が生まれています 結成1周年を迎え、メンバーの平野紫耀、元優太神宮寺・優太が率いる3人組の活躍が注目を集める一方で、彼らを応援するファンの中には、その熱意が時に行き過ぎる場面も見受けられます。特に、10月13日に愛知県で開催された音楽フェスティバル、w イヤードミュージックフェスティバル一獣引用婦24での出来事は、その一例と言えるでしょう。音楽フェスティバルは、 様々なアーティストが集い、観客が新しい音楽に出会える場でもあります。ナンバーアンダーラインアイはアイドルからアーティストへの進化を試みる最中で、そうした場への出演は彼らにとって新たな挑戦とも言えるでしょう。しかし、そのフェスティバルで一部のファンが引き起こしたマナー違反が問題となり、SNS 上で大きな批判を浴びることとなりました。ファンがステージの前に押し寄せ、他の観客とのトラブルを招いたり、 公式に禁止されていた写真や動画の撮影を無視して投稿したりする行為が目立ったのです。これに対して、日本人とは思えないマナーの悪さや、他の観客への配慮を欠いた行動といった厳しい声が寄せられました。ファンのマナーは、アーティストのイメージと密接に関連しています。特に、ナンバーアンダーラインアイのように、アイドルからアーティストへと変革を試みるグループにとって、 ファンの行動がその成長にどう影響するかは非常に大きな問題です。アイドル時代の応援スタイルが残り、フェスティバルのルールや雰囲気を理解せずに行動してしまうファンがいることは、彼らの活動の幅を狭めてしまう可能性があります。実際、フェスのルールを無視した行為が目立つと、他のアーティストのファンとの間に摩擦が生じることもあります。フェスではうちわの使用や指定席のない自由なスタイルが一般的ですが、 アイドルの応援文化に慣れているファンには、それが理解しづらいのかもしれません。また、フェスティバルだけでなく、他のイベントでも一部のファンの行動が問題視されています。例えば、昨年11月に行われた、イブ・サンローランのタイアップイベントでは、表参道ヒルズのショップ前に300人ものファンが集まり、その一部が騒いだり、路上を塞いだりするという事態が発生しました。今年7月の、 ナンバーアンダーラインアイが出演したマクドナルドの CM キャンペーンでも、店頭に貼られたポスターの配置について店舗スタッフにクレームをつけるファンがいたとのことです。これらの行動は、メンバーの意図とは異なり、彼らのアーティストとしての活動に影響を与える可能性があります。もちろん、こうした行動をとるのはごく一部のファンにすぎません。しかし、一部のファンの行動が全体の印象を左右し、 結果的にアーティストのイメージを損なう可能性があるのです。特に、ナンバーアンダーライン愛のファンは中高年層が多く、購買力のある層とされています。彼らが応援する商品はよく売れ、企業からの信頼も厚いのですが、もしこうした行動が続けば、企業側も躊躇するようになるかもしれません。アーティストとしての道を進もうとするメンバーにとって、 ファンの暴走行為がその道を阻んでしまうのは本末転倒であると言えるでしょう。ファンとしては、応援するアーティストが何を目指しているのか、その姿勢や方向性を理解し、それに合わせた行動をとることが求められます。アーティストとして認められ、広く活動の場を広げるためには、ファンの応援も変わる必要があります。フェスティバルに参加する際には、その場所のルールを守り、 他ののの観客ととと調和をを保ちななががら楽しむここ結果的ににアーティストの成長を支えることになるのです例えば、他のアーティストが出演しているときにも積極的に盛り上がることで、会場全体の雰囲気が良くなり、それがアーティストにとってもプラスになるでしょう。フェスやライブは、観客とアーティストが一体となって作り上げる空間です。応援する気持ちは大切ですが、その場のマナーや雰囲気を尊重することも同じくらい重要です。 現在、ナンンバーーアダインアイはナンバーアンダーライ,ンアイブツアー2024を開催中ですが、彼らの成長に伴い、ファンの応援スタイルにも変化が求められています。ペンライトやうちわといったアイドル時代の象徴的な応援グッズが今でも使用され続けていますが、アーティストとしての新たなステージに進むためには、こうした慣習を見直す必要があるのかもしれません。特にフェスティバルのような場では、 こうしたグッズの使用が場違いとされることも多いため、運営側やアーティスト側からの呼びかけが求められる場面も増えるでしょう。ナンバーアンダーライン愛がフェスに出演する際には、ファンに対して、うちわの使用は控えるようにといった具体的な指示を出すことで、トラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。ファンの行動がアーティストの未来にどれだけの影響を与えるかは、想像以上に大きいものです。 応援する気持ちが強ければ強いほど、ルールを守り、他の観客と共存する姿勢が重要です。フェスティバルやライブは、音楽を通じて新しい発見や感動を得られる場所です。そこでの体験が良いものであれば、アーティストもファンも共に成長し、次のステージへと進むことができるでしょう。ファンがアーティストの成功を支えるためには、その行動もまた、アーティストのビジョンに沿ったものである必要があります。 ナンバーアンダーライン愛はこれからもさまざまなステージで活動を広げていくことが予想されますが、その成功を支えるのはファン一人一人の行動でもあります。今後、彼らが国内外でさらに大きなイベントに出演する機会が増えるに伴い、ファンの振る舞いもより注目されるでしょう。例えば、海外のフェスやイベントでは、日本のファン文化とは異なるルールやマナーが存在するため、そこでどのように応援すべきかを考える必要があります。 日本のアイドル応援文化は非常に独自で、熱狂的である一方、国際的な視点から見ると、時に過剰に見えることもあります。特に、海外のイベントではファン同士の距離感や、アーティストとの接し方が異なる場合も多く、そこでのルールに順応することが、アーティストのイメージアップにつながる重要なポイントです。フェスの現場では、アーティストだけでなく、観客全体がその場を作り上げる重要な要素となるため、 他のの観客とと協調を意識すすることが必要です実際に、これまでの日本のアイドルグループが海外で活動する際に、ファンの行動が称賛されることもあれば、逆に批判されることもありました。例えば、過去にある日本の人気グループが海外公演を行った際、ファンが現地のルールを無視して過激な行動をとったことで、アーティストの印象が一時的に悪化したケースもあります。逆に、 ルールを守りつつも熱心に応援したことで、アーティストが国際的に評価を高めた例もあります。このような過去の事例を振り返ると、応援の仕方一つでアーティストの評価が大きく変わることがわかります。ナンバーアンダーライン愛にとっても、今後の活動を広げていく上で、ファンの存在は欠かせないものであり、その応援が正しい形で行われることが、彼らの成功に直結します。特に 彼らが今後さらにアーティストとしての地位を確立し、国内外での人気を高めていくためには、ファンが国際的な視点を持ち、各地のルールや文化を尊重しながら応援することが求められます。そのためには、ファン同士が互いに注意を促し合ったり、公式からのガイドラインに従うことが重要です。また、SNS の影響力が強い現代においては、ファンの行動がリアルタイムで広まり、 瞬時に評価されることも珍しくありませんフェスティバルやライブの場でのマナー違反が SNS で拡散されれば、批判が一気に広がる可能性があります。その逆に、模範的な応援が賞賛されれば、アーティストの評価が上がるだけでなく、次の活動に向けた大きな後押しとなるでしょう。これからの時代、ファンの力はますます大きくなっていくため、その責任もまた重くなります。ナンバーアンダーラインアイのファンも、 この現実をしっかりと理解し、彼らの成功を支えるための行動を心がけることが必要です。最後に、ファンとしてできる最大の貢献は、アーティストのビジョンに共感し、それに寄り添った応援を続けることです。アーティストが目指す方向性や活動内容を理解し、その成長を支えるための行動をとることが、最終的に彼らの成功につながります。ナンバーアンダーライン愛は今、 アアイドルからアーティストへとと進化ししようとしていますその道のりは決して平坦ではなく時には試行錯誤を繰り返すこともあるでしょう。しかしファンが一緒に成長し変化に対応しながら応援することで彼らはさらなる高みへと進んでいけるのです。これからも彼らを支え続けるためにファン一人一人ができることを見つけ共に歩んでいく姿勢が求められています。